皆さんこんにちは。こんにちは。今日はお昼ご飯を買いにトライアルにやってきたのだ。珍しいわね。何かいいものはあった？揚げ物の匂いが駐車場まで流れてきたから、今回はこんなのを買ってきたよ。今日はまた大きなものを買ってきたわね。世の中はお盆休みに入る前で、パーティーサイズのおかずがたくさんあったのだ。商品名は人気中華盛り合わせ、税込み価格で799円なのだ。トライアルは税込み価格で表記されてるのよね。のだ。ってことは税別だと740円くらいね。サイズが大きいから重みがあるね。どれくらいあるのかな？測らないの？測りが小さいのもあるんだけど、中央がへこんでて乗らないのだ。仕方ないね。ビールを置いてその上で測ってみるのだ。なかなかの力技。 511g、 容器の重さは 55g だから、中身は 456g ね。冷めちゃってるから温めた方がいいかな。 600W1 分で様子を見るのだ。チェッチェ、温度の、これは温めるのが難しそうだね。ぬるい感じで食べていくのだ。仕方ないわね。今日の飲み物はトライアルのプライベートブランドの韓国産発泡酒だよ。あれ、缶とプルタブの間に隙間がないのだ。爪が入らないわね。じゃあスプーンで開けるのだ。ペコッと開いたね。久々のビールチャレンジは成功。では独特な味と香りだね。日本の発泡酒とはちょっと違うのだ。いつもと反応が違うわね。なんかピンとこない味なんだよね。飲めなくはないけど値段次第かな。いくらしたの？レシートをもらい忘れてわからないのだ。え？じゃあ今日の本題、揚げ物を見ていこっか。中身はタレ付きの肉団子と揚げシューマイ、エビチリ、油淋鶏、春巻きね。中華オードブルだとよく見るメニューだね。まずは手前にある春巻きから食べてみるね。いただきます。はい、どうぞ。ふたっとしていて中身が少ない、よくある冷凍春巻きなのだ。作ってから5時間くらい経ってるから仕方ないね。見た通りの味って感じかしら。揚げシューマイは冷凍のチキンシューマイだけど、揚げてから誰か塩コショウで味付けしてるから案外いけるね。エビチリは衣が多いけどタレが美味しいからまずまず。この中で一番美味しかったのは肉団子だね。チルドタイプのがあるじゃない。しっかりめに味付けしてあるのだ。私気づいたんだけど、これって味付けが濃いか薄いかで美味しさが決まってないかしら。言われてみればそうだね。そういう意味では油淋鶏も塩気が強めなんだけど、衣が固めであんまりだったかな。美味しそうなのに意外ね。全体としてはこんなものかなって感じかな。ということで星評価は3なのだ。4ではないのね。税抜きだと740円。油淋鶏と春巻きが外れだから割高に感じるのだ。物が違いすぎて温めるのが難しいのも気になるね。華やかで見栄えがするからちょっともったいないかな。中華は冷めると厳しいかもしれないわね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。英語で春巻きはエッグロールス、生春巻きをスプリングロールスって言うんだって。